まずオリンピックがある。でその間に、どれだけ選手が抜けるか、でその間の日程も含めてまず一つのポイントになることでしょうね。まあ、それともうメンバーだけ見たら、用意どうしたら、これはもうジャイアンツですよ、あのメンバーみたいな、はい、ね。まあ、ですけども野球というのはうまくしたもんで、あれだけの選手を集めたから、それが全部力になるということはもうこれまでの野球を見てても、ね、4番バッターを9人、8人ですか、野手ですか、それは勝てるかというとそうでもない。やっぱり野球というのはチーム9人、特に野手は8人、それぞれのいろんなこう馬車の持ち味、仕事っていうのがあるんでね、それがうまくこう機能して勝てる。だから巨人のあのメンバーが必ずしも皆機能するということは考えられないんで、またそれを機能させるっていうのがこれはもう大変なことですよ、はい、原監督にとってはね、まあ、そういう面がありますから、まあ、この辺りジャイアンツのあのメンバーがどんな働きをするか、これは来年の一番大きな私としては注目しているところですよ、ね、じゃあもうドラゴンズからしてもその巨人の動きが課題、一番の課題になってくると。これはもうあのラインナップ投手陣見たらね、はい、これは今年よりもはるかに戦力は補強されてますから、はい、それが出るか出ないか、それが来年の、来年じゃない今年のね、はい、セントラルリーグの一番のポイントじゃないでしょうか、はい。じゃあズバリですね、注目選手はいらっしゃいますか、中日ドラゴンズの中の。これはもう秀則でしょもう彼がやっぱり外野のポジションを取る、これがやっぱり大きな、ね、打線、守備も含めて、はい、ポイントじゃないですか。和田選手もね、今年から入ってますけれども、はい、もう彼はやっぱりもう確実に、クリーンアップでね、全日本の4番も打てるバッターですから、はい、これはもう間違いないと。それよりも守備走塁を含めた荒木、岩田の 1,2 番と下を締める彼の働きって、これがあればね、上位、真ん中、下位と、これはもうね、隙のない打線が組めるということじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。秀典選手、またちょっと苦手な期待がかかっていますけれども、まあ、高木さんおっしゃられましたけど、はい、あれほどの補強をしたジャイアンツを見てもですね、不思議としてあまり嫌ではないんですよね。あ、そうですか。まあ、あれを将棋で例えるとジャイアンツはみんな王将な感じがするわけですよ。あ、王将がいっぱいある。中にはですね、僕的な競馬の高飛び、不の意識的な僕的な存在とかもなかったりしないと、はい、将棋の積みはできないと思うんですよね、うん、だからみんな王将でもこう同じに見えちゃうわけですよね。かと言ってみればドラゴンズはですね、はい、ちょっと盲信的な感じの人もいれば、はい、ご自分ですね、小技の利く金谷銀の井端さん、荒木とかね、はい、飛車角の立浪さん、ノリさんとかいろいろいるわけですよ、はい、だから不思議と嫌ではない感じですね。だから僕もそこに一つ入り込んでやっつけたら、はい、去年よりもさらに今年は嬉しい充実感があるんじゃないかと思って、はい、逆に楽しみですよね。アンジャイアンツを倒した時は、うん、去年よりも嬉しいと思います。そうですか、拍手が巻き起こりました。じゃあズバリ今年の目標は。今年の目標はですね、だから背番号が変わりまして、もうそう、今日の新聞で皆さんご覧になりましたよね。紆余曲折のですね、もう曲がりくねった感じは57番とともに捨て去りまして、はい、新しい24番でですね、はい、隣
に心強い和田さんという方が来られましたので、はい、和田さんの背中を見て、背中じゃダメですよね。片目見るんだな。和田さんのじゃあ右肩あたりを見てですね、はい、共に走っていければと思います。はい、ありがとうございます。頑張っていただき